今日はサンキューマートで好きなもの5個買うぞ。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日は今サンキューマートに来ているんですけど、ちょっとね、可愛いものがたくさんあるので、じゃあママにお願い買ってって言ったら、じゃあ動画にしようってなって好きなもの5個買っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。じゃあ行ってきます。はい、じゃあ見ていきます。かわいい、かわいい、これなんかさ、ハマとかが小さい時にこれとか見て使ってたような、携帯は違うけど、うん、これ欲しい、もう一発目です。何のやつなのこれは。これさ、私がさ、うん、持ってるスマホケースのこういう絵なんだけど、うん、あ、そうなんだ、かわいいね、好きなんだ。そう、あんた、いいよ、何でもいいよ。うっしゃ、えっしゃ、おっしゃ、うん、テンション上がってるから。あ、本当だ、イラストやね、よく使わせてもらってます。ありがとうございます。発表するときとかによく使わせてもらってます。ありがとうございます。見て、バービーで、ママもうすごいバービー、すごいバービーだね。かわいい、こういうの欲しいんだよね。何それ。なんかリュックとかにさ、うん、学校のリュックとかにつけてる人が多いんだけど、結構、何入れるの、こういう小物、ちっちゃいもの入れたりとかするんだけど、うんうん、あ、お弁当箱かわいいね、大きいね、あ、一段で、すごいでかいか、ちょっとだけかわいいな。最近さ、そのどんどんちょっと寒くなってきたからさ、部活でジャージ着るようになったの、学校の、うんうん、それジャージを入れるなんかが欲しいんだよね。おうおうおう、ポイント入ってる。見て、見て、すごくない、歯ブラシセット、ほんとかわいい、しかも歯磨き粉ついてる、うん、ステッカーかわいいんだよね。なんか買わなかったっけ。あのね、ここじゃない、あのウィゴーで買った、うん、あ、ウィゴーか、そう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 、待って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 あるじゃん、クロメちゃんの、あや嬉しいんだけど、うん、かわいい。ちょっと今ね、あのバーバパパは、あのバーバなのかパパなのか性別どっちなのかっていう話をしてた。そのバーバのわけがないじゃない。いや、だってみんなで話し合ったもん。それで30分間経って話してた、友達と。いや、これどっちだと思うとか言って。ほら、ね、かわいいね。何入れればいいんだろうと思って。小物、小物、もこの、あ、そう、これ入ったんだ、これさ、うん、めっちゃいい色なのよ、ほら。あ、本当、しかも可愛いね、うん、だから欲しくて、でも前来た時、うんんうん、これとこれしかなくて、うんうん、色的にあんまり、まあまあまあ使うか、でも、うん、って感じで、そう、こういう茶色系なんだけど、うん、それもいいよ、うん、こっち側見たら、うん、絶対的にこっちの方が使うから。こっちはこれどういう色、それは、うん、こういう感じ、ピンク系が揃ってる、うん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 、これ欲しいな、うん、いいね、うん、やっと見つけた、これ本当なかったの、うん、ちょっとこれ買います。全部おしゃれだもんね、うん、こっちが2点で390円だって。あら、すごいね、あ、これはイラスト屋のやつだ、だね、え、かわいいね、キラルだ、本当だ、あ、これシャーペンか、シャベだね、かわいいね、あ、かわいい、ほんとだ、この3人でやってるの、3人でやってるの、3人でやってるの、この3人で、この3人でやってるの、ポンポンプリンある。あ、ママ昔のキャラクター、ほんとだ、見たことある、これさ、地球グミのやつやの、うん、そうだ、うんって普通に言っちゃったけど、そうだね、グミだよね、こういう柄の靴下履ける学校が良かった。あ、そうだよ、高校になったら履く、履くの、履きたい、かわいいね、こんないっぱいあるかね、うん、テディベアちゃん、ベティちゃんね、ベティちゃん、うん、リクちゃんも着てたよね、ティちゃん、かわいかった、すごい、え、この色は超好きなんだけど、
ちょっとやっぱこうラインがついてるのはダメなのかな。ダメだよ。ダメなんだ。白だもん。ワンポイントだけね。ワンポイント。あ、これは大きすぎちゃう。この白ワンポイントでかいな。そうか。この白が欲しかったな。出してくれませんか。あれだ、左右で違うんだって柄が。M ちゃんが好きなキャラクター、アリエル。そう、アリエル、うん、かわいいね。アリエル思い浮かばないとか着るわ。かわいい。バナナ、ほんとだ。あれ、こんなの持ってたよね。私これ持ってた。これだったっけ。これ持ってた。これとピエント。ピエント、え、一番下の見て。あ、かわいい。かわいいんだけど。ワンポイントですって。黄色いんでしょ。黄色黄色くなっちゃいましたって。黄色くなっちゃった。なんか靴履いて走ってたら黄色になりました、うん、すごいね。缶バッジからさ、すごい入れてさ、これ全部ママの顔面のさ、缶バッジ最高じゃない。これだからこう、1枚で1個でママの顔だけにすればそういうこと。ここはママの髪の毛、髪の毛、ここで目、目、目、目みたいな感じね。やめて。これさ、どうやって使うんだろうね。写真とか入れるのかな。そうじゃない。だけどさ、入れる場所がないんだよね。へぇー、入れられないね。貼るってこと。あ、あったこれママの発見が楽しいから。あ、見て、これも可愛いね、この透明のやつ、ね、これ可愛いね。これ可愛いね。 色が好き。こういう色のバッグが欲しい。あ、そうだね、かわいいね。なんか、何色っていう、クリーム色、うん、中身があるから。はい、オッケー。カーツンネットワークで超見てた。超見てたね、あおちゃん、これね。超見てた、これ。超かわいい。見て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 。アドベンチャータイムだっけな、うん、すごい見てたよね。超見てた、これ。あ、なんか懐かしい。見て、かわいい。ほんとだ。ピンクブラシ。あーちゃん、パワーパフガールズも好きだったよね。うん、ピンクの子が好きだ。うん。とりあえず、ピンクの子は好きだったな、ちっちゃい頃。うん、ピンク、あ、私、このぬいぐるみ、でっかいと思ってたよね。持ってる、持ってる。もある？あれ、どうだろうね。あん中に入ってるんだね。たぶん、そうそう、ぬいぐるみが。そうそう。意外に好きだったんだよね。クッキーモンスターね。サングラス、こっちはこっち、メガネは。サングラスの方がかっこいい。私有名人なんだ。怪しさすごいよ。あ、ちょっと撮影なしなんだな。怪しさが満点だよ。普通のってどうなの。合うかな。似合わない。似合わない。超似合わない。こんなことある。メガネってこんな似合わない人いるの。じゃこれもう目悪くならないように頑張ろう。そうだね。え、こんなの私、あれ昔の方が似合ってた気がするんだけど。形でしょ、形。形いいね。似合わない。え、似合わないです。似合わなかった。似合わないです。これが多分一番合ってます。そうか、そうですね。あ、撮影 NG なんで。ウケる、マジで。はい、今からレジに行ってきます。はい、ということで今回はサンキューマートで好きなもの5点購入いたしました。でね、まあ、何を買ったかはお楽しみにということで、楽しみに待っててください。紹介します。今日のサンキューマートも楽しかったです。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。